例えばあっちゃんだよとか、あとワンセブンライブでね、皆さん見ていただいたと思うんで、そういう場所で歌は歌わせていただいたんですけど、こう対面で歌うのがすごく久しぶりで、なんかこう今まで普通にできてたことがこの何年間もできてなかったんだなってすごく感じていて。